ここはいいのか。行こう。しっかり戻ってみる。あ、いないね。ぐー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 、まだいるの？ぐーぐーぐー。このお化けはぐーぐーと言い続けて寝たふりをしている。無理やりどかす？いや無理やりどいてくれ。何？戦闘だと？ナプスタブルークがやってきた。ナプスタブルーク、ちょっと強いのかな。攻撃しましょう。はい。これさ、赤のとこでちょっと、うん、元気だよ。わあ、元気じゃないね、それ。うわあ、元気じゃないね。泣いてるもんね。遠くを見つめている。これちょっと一回赤のゲージで止めてみますか。はい。ああ、これはやっぱ普通に小ダメージだ。まあ、元気にやってるよ。ごめん、なんか全然やる気出ないよ。あ、攻撃してこない。ここにいたくないようだ。いや、見逃さねえよ。どいてくれなかったんだ。あー、うー、おー、新攻撃パターン。うわ、攻撃これ楽しい。あー、つらいつらい。強いぞ。いや、ちょっともっと戦ってたいな。まあ元気にやってじゃ。これ涙きますね。あ、違う、涙じゃない。うわ、これちょっと待った。おー、これ楽しい。よし、そろそろだな。はい、お化けは殺せないって知ってるよね。実体とかないから。なんか気まずくて自分でヒットポイント下げてたの。なんかごめん、余計気まずくなったね。もう君が勝ったことにしてよ。うー、あ、勝った。経験値を失った。そういう場合もあるのか。こっちなんだ。あ、こっちフロックいる。見落としていませんか。スパイダースイーツ即売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。あー、先に戻んのか。即売会ね。お、これがスパイダースイーツ即売会。売り上げは全額本物の雲に寄付されます。雲の巣に7ゴールド乗せる。あー、そういうことか。今何ゴールド。20ゴールドか。じゃあでっかい方買っとくか。雲たちが降りてきてジュースの瓶をくれた。スパイダーサイダー。はあ、これは 24HP 回復。雲の汁だけでなく丸ごと使用したジュース。いや、気持ち悪い。あ、フォンってのもあんの。挨拶する。トリエルについて。ママと呼ぶ。くどく。パズルのヒント。あ、トリエルに。ちょ、くどいてみるか。え、まあ、あかわいいわね。ほっぺをギューってしてあげたくなっちゃう。私みたいなおばさんよりいい人が見つかるはずよ。つー。あ、面白い。ママと呼んでみます。はい、トリエルです。え、あなたは今私をママって呼んだ。まあ、あなたは私をママって呼びたいの。あなたがそうしたいなら全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだいね。あ、めちゃくちゃテンション上がってるね。やっぱなんかそのお世話したいタイプなのかな。お、友達が僕の話を聞いてくれないけど。僕が話し始めると X をしてスキップしちゃうけど。そうけど。その X でスキップね。あなたは人間にしては平和主義だと聞いたけど。もう気づいてると思うけども、逃がせるようになったモンスターは名前が黄色に変わるけど。あ、そうなんだ。それについてどう思うけど。とても便利。ダークネス。そうけど。じゃあ僕からみんなに伝えておくけど、名前を黄色くす。いや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 、ちょっと待て。黄色い名前をやめないで。黄色い名前はいらない。難易度的なことか。いや、いらないいらない。了解ケロ。じゃあこれからは黄色い名前を使うなと言っておくケロ。これちょっとミスったか。もしもし、最近お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様が来るなんて思っていなくて、いろいろなものが落ちていると思うけれど、気に入ったのがあったら拾って持って行っていいのよ。ただし本当に欲しいものを見つけた時のためにポケットには空きスペースを残しておきなさいね。あー、優しい。てかマジ広いなこの遺跡。スイッチは一つだけ。あー、なるほど。まあおそらく序盤のこの4つではないと思うんだよね。おそらくこの2つだと思うんだよね。かもしくはここ。いや、ここかな。ここ臭いな。ちょっとこう一回落ちてみっか。
はい、来ました。何これで開いた。これでもレベル上げてった方がいいのかな、終盤に向けて。スイッチだ、押してみる。ちょっと待って待って、ヒント。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。橋の扉どれだ。ちょ、一回押してみるか。何も起こらなかった。あー、これ順番に押していくタイプか。何も起こらなかった。はい、何も起こらなかった。ちょ、一回じゃあ入ってみますか。この注意書きが見えているなら青いスイッチを押すべし。おや、おねえじゃねえか。いや、押すよ。じゃあこっち、こっちに戻ってってこと。でも何も起こらないもんね。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。これがちょっとよくわかんないな。入るたびに視点が変わるのみ。あー、そしたらここだ。ほら、一番上の柱に青いスイッチがあった。そう、ここだよね。視点が変わってるってことはこういうことだ。今ちょっとヒント出る前に分かったんだけどな。赤いスイッチを押すべし。赤はあるね。押してみよう。はい、次は逆だ。緑のスイッチを押すべし。緑がここ。はい、 OK。 なるほどね。 2D だけどちょっと 3D っぽい要素もあるんだ。どっち行こう。とりあえずこっち行ってみるか。こっちの方が広い部屋っぽいよね。うん、大変、予定より随分時間がかかってしまったわ。え、あ、来た。ちょっと近いよ。あ、いる。まあ、一人でここまで来たの、怪我はない？こっちいらっしゃい、回復してあげましょうね。ずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。その、これ以上隠しても仕方ないわね。こっちよ、ついていらっしゃい。なんだ。可愛らしい家じゃねえだろ。可愛らしくはないだろ。あ、可愛らしい家だ。いい匂いでしょう。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。あなたが来てくれたお祝いにね。ここで楽しく暮らしてもらいたくて。だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。やだよ。さあ、入って。他にも見せたいものがあるの。カタツムリパイはやだよ。ここが私の部屋。ああ、そう、気に入ってもらえるといいけれど。お、頭撫でられてる。あら、焦げ臭いわね。大変、ゆっくりしていてね。じゃあちょっと部屋見てみますか。空っぽの写真立て、クローゼット、ベッド。あ、寝れる。お、寝ちゃった。なんだ、帽子。バタースコッチシナモンパイが一切れ置いてある。あー、なるほど、置いててくれたのか。箱の中にいろんなサイズの靴がたくさん入っている。あー、電気ね。おもちゃがたくさん、全く興味をそそられない。そうね、大人ですからね。しかも闇落ちしてるからね。ダークネスだから。こっちの部屋は、あー、これはトリエルさんの、トリエルの日記だ。丸がついてるところ読みますか。はい、日記を読んだ。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨に染みたから。他にも似たようなダジャレがたくさん書き連ねてある。あ、ダジャレか。中を覗いてみた。変態。おい、トリエルの靴下が入っている。誰に怒られたんだろう。やっぱ第三者的な人がいるのかな。よし、こっちじゃない。じゃあちょっとトリエルさんに会いに行きますか。いや、でも音楽がすごいいい、本当に。こっちか。うわー、なんだ。あー、待って、おー、バカ野郎。上のお部屋で遊びましょうね。まあ、なんかここやばいよ。事故。ここは危ないから上で遊びましょうね。やだー、やだ、こっちに来たい。ここは隙間風が入るから、風邪をひいたら大変よ。これ何パターン会話あるんだろう。ブチギレてくんないかな。わ、結構いろんな理由をつけて、ここに行かせたくないんだ。ここにはいいものなんてありませんよ。あ、だんだんちょっと真剣味を帯びてきたね。上で5本でも読みましょう。別にこれ別にパターンないのか。いい加減にしないと怒りますよ。あ、いいよ、だんだん盛り上がってきたよ。いいよ。お庭をお散歩してきたら怒られてる。やっぱ悪いやつじゃないか。いい加減にしなさい。怒られてる。さっき口説いた時はね、あんないい感じだったのにね。お、あ、もう何にも言ってくれない。仕方ね、行くか。お、いつの間にお眼鏡を。あら、もう起きたの。新しい家族ができてとても嬉しい。さっき散々あなたに連れて行かれましたけど、
あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあるの。とっておきの虫捕りスポットにも連れてってあげましょうね。それからお勉強は私が見てあげますからね。意外かもしれないけれど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。いや、めちゃくちゃ意外だね。で、悪い顔してたな。何かご用かしら。いやいやいや。あ、そう、いつうちに帰れるの？いやいや、そうそうそう。だから強制的にさ、ここに住むことになってるけどさ、違うよね。それより、今読んでいるこの本のお話をしましょうか。いや、いいです、いいです。カタツムリ72の使い道っていうの。もうカタツムリ好きすぎか？いや、遺跡から出たいっつうの。それじゃあ、カタツムリの豆知聞いてねえな。カタツムリはね、成長するとお尻の位置が180度変わることもあるのよ。面白いでしょう。遺跡から出たい。私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。おい、聞こえてんのか俺の声。歴史書だ。適当なページを開いて読んでみた。バリアの中に閉じ込められた我々は、さらなる攻撃を恐れ退却した。そして地底の奥深くへと進み、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いた。我々はそこを新たなホームタウンとした。町の名前はホーム。我らの王は偉大だが、ネーミングセンスはいまいちだ。そうね、代弁してくれたわ。なんかここがそのホームっていうことなのかな。そういうわけではないのか。じゃあトリエルさん、ちょっともう一回だけ言ってみるか。一応ね。あ、いるわ。こっちに行くっていうことだったのか。お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。これから私はその出口を壊します。なんで？もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。いや、これは行くっしょ。もしかしたら過去に何かトリエルさんは悲しい出来事でその子供たちを失っていてっていうことなのかもね。ここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らに、アズゴアに殺されてしまうわ。アズゴア、これはあなたを守るため。分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。行きます。止めても無駄よ。これが最後の警告です。いや、行きます、行きます。どうしても出ていくというのね。そう、あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。何？あなたの強さを証明するのよ。おお、始まった。トリエルに行く手を塞がれた。ちょっと行動してみるか。トリエル、分析、話す、話す。ある。適当な話題を思いつかない。何？まずいまずいまずい。うわー、強い強い強い。おいおいおー、危ない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 。魔法攻撃を準備している。一回戦うか。まず戦意を喪失させて。うわ、結構ライフある。うわー、ちょちょちょ、やべやべ、食らっちゃってる。これパターンがあるのか、もしかして。はい、どこがアンチだ。絶対アンチあるはず。あ、ここ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 ね。端っこでうろうろしてたら勝てる。でもこれだけじゃないな。魔法攻撃、いやー、これが魔法攻撃。なに、やばいやばい、ミスったミスったミスった。バカ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 。パターン違うんですけど、パターン違うんですけど。うわー、すげえぞこいつ。あ、これはね、これはここでうろうろで OK だから。あのね、早いやつの場合真ん中行かなきゃいけないのか。おお、これはね、待った。おお、そういう結果。じゃあアイテム使う、アイテム。あー、どうしよう、またスコッチパイ使うか。よし。うわ、これはこれは、うわー、これ避けらんなくねえか。目を合わせようとしない。いやー、でも俺はお前を超えていくよ。これはここ、あ、反射する。あー、強え。マジか、なかなかやるな。で、また半分スパイダーもあるからね。うわっ、ザッコきつ。よし、おい、次なんだ。
何の攻撃だ。わなんだこれ、初めてのパターンです。わあこれ、いやずっとまずい。9か。あ、入っても、いやもう一回ぐらい、もう一回ぐらい耐えれる。何パターンだ。あーこれ、うわーだそれ、くそスパイダー。これね、これも、あーなんとなく分かってきたかも。そろそろ、あれ、はあ、あなたは思ったより強いのね。いいこと。この扉を抜けたらそのままずっと歩いていきなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。くれぐれもアズゴアに魂を奪われないで。彼の思い通りにさせてはなりません。いい子でいるのよ。お願いね。あー、勝った。え、もしかしていいやつだった？あ、ハートが割れた。わあ。なんかちょっと悲しいな。ミスったかも。まあ、いや、ちょっと、いや、キャラ設定をちゃんとしろ。今、闇、ダークネスエなんだ。人を殺めたところで心を痛めない、そんな女よ、私は。よし、フォン。え、くどいてみる？しかし、誰も来なかった。わあ。マジか。なんか、説得するっていう、あれ、コマンド使った方が良かったのかな。ちょっとミスったな。今度、もしそういう展開が来た場合は、ちょっと話すコマンドを対応してみるか。でも最後さ、いきなりダメージがぶっ飛びすぎてて、あー出た。ふふふ、自分のしたことに満足かい？まあ、不満だとしても運命を変えることなんてできないけどね。この世界では殺すか殺されるかだ。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど、君たち人間をあんなに必死で助けようとしてさ、それで結局、ひひひ、自分が死んじゃうんだから、救いようのないバカだよ。最低な花だな。枯れろ枯れろ、はいよ枯れろ。次行くか。これで一応一面クリアみたいな感じなのかな。こっからもしかして本番？ by トビーフォックス。わあ、外出た外。これも中入れないね。行ってみるか。またちょっと雰囲気が違うね。これ雪ですかね。長いですね、この一本道。敵には遭遇今んとこしない。え？なんか今いなかった？左に。黒い影みたいなの。気のせいか。ちょ、もう一回左に注目して見てみますか。なんか黒い影がさ、お、なんだこれ。これ取れないのか。なんだ、うわ、ほら、さっきいたやつ。自分か？それとも、子供か？おい、人間。初めて会うのに、挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。めちゃめちゃ怖いんですけど。え、握手していいの？うわ！あ、見たことあるこのキャラ。へへ、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ。ははは、ウケるな。オイラはサンズ、見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ。パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。陽気なキャラ来たぞ。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。これに隠れる。ちょうどいい。あ、めちゃくちゃちょうどいい。あ、パピルス。いや、パピルス。よー、ではノーイ！パズルを調整しておくようにと、8日前に言いつけたのに、今のに何もせず、勝手に持ち場を離れてフラフラと、こんなところで何をしているの？そこのランプを見てる、いいランプだろ？お前も見ろよ。そんな暇はノーイ！人間がここを通ったらどうする？人間の襲来に備えるのだ！
そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。やべ、切り替えが。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なことを言わないでよ、この腐れスケルトンめ。毎日何もせずにホーネックスほじってばっかのくせに、そんなんだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見てもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンなだけに。てへサブ、またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど、はぁ、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ、それが本当の骨休め。なんつってじゃん。なあ、もういい、俺様は自分のパズルを管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。にゃはははははは。あ、なかなか。はあ、うるせえ。よし、もう出てきていいぜ。ふう、なかなかテンションの高い弟さんでしたね。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。いや、そんなにキレてなかったけどな、勢いだけだったよ。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。え、大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。アセポイント。ダークネスレベル3。はい、48分。ボックスの道。セーブしました。